エイス、パリルームの調査進んだ。さあ今日もゴーゴーゴーと。あそこのさ上 A だっけ S だっけ、上かで行けるかな。行けた。さあ行けるか、行けるのか。どっち、 B だった。全然余裕だった。アイテムかな、イベントかな。アイテムだ。あ、乙女なおめめ。てかマイニャン育てる先輩ニャン他に出てこねえのかな。どこいいんだろう。守りばっか上げる気なんねえぜと。やっぱ攻撃特化とかね、回復薬マイニャンでもいいな。じゃあ次はゾンビナイト行こう。ゾンビナイト確かにパンツ発揮は一発で出んだよね。ゾンビナイト、お姉さん聞いた、世にも恐ろしいピエロタイム。あ、当たった。鬼時間に比べてピエロタイムは楽だったな。ペローン、自宅に帰る。ゾンビちょい、ゾンビナイト、そろそろ寝ようかな。ゾンビパイツを履いて寝る。おお、ディーン笑われてる。笑うんじゃねえよこのクソ幽霊が。確定ゾンビナイト始まるよ。もうそろそろこのムービーもいいかな。ゾンビ犬発見。さあ行きますか。ゾンビナイト。まだ D ぐらいだったよな。まあ順番に行きましょう。順番に。テレビついたけど、ザラザラ砂嵐。冷蔵庫開いたけど、あ、普通に中入ってら。なんかあったっけ。アイテムゼリー、バックパック、アイテム邪魔だ。この辺片付けとこう。もうちょっとアイテム欄多くならないとしんどいな。まだ D が2つ残ってるからね。スクラップヤード行くか。カイマの元。ジバニャンゾンビが強いんだよな。一発じゃ倒せないからな。これはまずい。早速見つかった。あ、詰まった。ケータ君逃げる。逃げ切った。危ねえ危ねえ。もうちょっとプラスにするか。早く逆を向け。逆を向くんだ。そうだろ。あ、なんだ、バルタって2発で倒せるのか。今は強くなったな、ケイタ君。君は成長したんだね。そうなんだよね。この下マップだとこの車とか映ってないから、下マップ見ながら突っ込んだらダメだったっていう。あれ、よし。隙あり。ふう、ほら、やっと。もうちょい、もうちょい。こいつも大丈夫だな。一気に行く。
やったな。やったぜ。逆向け。逆。ジバニャンゾンビ、くたばれ。強いこのジバニャンゾンビ。もういけるかな。スクラップヤードまで無視して突っ込んじゃおうね。行くよ。よし。到着。ここ広かった覚えが。アイテムある？まあ、広いだけに倒すのは楽そう。こっちこっち来んの。逆向けって。よしよしよし。隙あり。アイテムの場所が分かるってのに分かんねえんだけど。てかないんだけど。あったあった。まあ、広いだけで敵が密集しているわけでもないし、下画面を参考に突入のタイミングを探るんだ。ふう。鐘を鳴らせ。ジバニャンゾンビ。ジバジャンの時点で幽霊みたいなもんなんだけど、そっからさらにゾンビ化するっていう驚き桃の木20世紀的な。インスタントマッスル、攻撃力アップだっけ。ほらこれは追加アーマー。追加アーマーはすぐ使う。守備力アップ。こっちなんもないな。上もない。こっち、まあ、順番に倒していった方が後々安全そうだよ。ゴールはすぐそこ。こうやってアイテムを、カロリーキャッチは通常の3倍もの破壊力。あれ、あ、違うよね。回復アイテム、まあこれでクリアか。あ、1やばいかも。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 よし、大丈夫だ、ね、あら。お、一発で倒した。何があった。攻撃力が上がってる。もういいよね。登れないな。うん、クリア。攻めの超秘伝書。スクラップヤードをゾンビたちから解放してやったぜ。いつでもスクラップヤードに入れるようになった。報酬。はい、超秘伝書。まだ D が残ってんだよね。パンツ履いて寝たはずなのに普段着に戻ってるっていう。枕元のラグビーボールが。よかった、朝だ。朝の来ない夜に抱かれて悪い目でも見たのかにゃん。行きますよ。行きますよ。ゾンビパンツ洗えばって言って毎日履けるんだ。あれだったらさ、これこれ、どこだったかな、ドリームガシャのところのさ、これこれ、粒と交換するの俺、鬼時間ゾンビナイトを呼び寄せるって、これのゾンビナイトの価値ないじゃん、確定させれんなら。まだ8か。大吉、大当たり確率アップ。さらにこれもするべきだったか。ラストブシニャンチケット欲しかったから。ポップくん、おー、マイカー。ないかな、いないかな。
だいぶプラス寄りになっちゃってる。この辺あそこの青いの、あ、ピエロ、あ、ピエロナイトじゃないピエロだった。お前か、違う、ここ行けるかな。Dだ、全然余裕じゃねえか。はい、ソフトクリーム、今さらノーマルなソフトクリームなんかもらってもな。金色、よし、一つ星コインのかけら、これだけ、これだけなのか。ピザチャリ寿司、ハンバーグはいた。オーノー、落としちゃった。取れない、取れない、取れた、危ない危ない、ラッキー、いた。まあ、ポップか、Oh my god! Oh my god! My popcorn! カラポだ。哀愁あふれるポップコーン少年。これは？あ、ひよこイベントだ。ひよぴよぴー。はーい。俺は優しいからね。おい少年、あ、消えた。このひよこを代わりにとか思ったんだけど、それはまずいか。めっちゃくちゃ、いた。よし、まあ待っとけ、4匹集めた方がいいもんもらえるから。よし、いたいた、よし、行こう、みんな小川さんのところに。ピヨ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 、ニワトリが先か卵が先か問題。卵が先、ひよこを返してあげようかな。いいえってなんだよ。ひよこ連れてきたよ。クックドゥドゥ、クックックッッと水かけて残念。は、何、え、何、何それ。インチキン、なんなのそれ、騙された。お前はピザ、ピザが好きなの？ピザピザあったかな、あるな。ガーリックチキンピザをくれてやる。あ、相手に使えないパティーンの戦闘だ。目が回るピヨー。じゃあもう倒しちゃって。あ、この声、アガサ博士、キタキタ親父とか。いい感じにゃん。電流の力、それなりに強い。だが倒した、もう楽だろ。よし、回復、痛い、回復しとけ。ジバニャン、ジバニャンが後ろからセバスを、けしからん、そらけしからんわな。サボンじゃねえよ、ちょっとどめさせちまいな。けしからん、よし、鳥もも、お、おい、お前、鳥ももってむしったのか、えぐいな。ふん、そういうのもあるのか、偽物、そういうのもあるのか。まんまと騙されましたね。ひよこの正体妖怪だったみたいでびすね。くそ、かいと思って損したぜ。ん、回復しとこう。
ジバニャンチョコボニャンにしようかな。でもどうせそのうちジバニャン S に変えちゃうしな。そう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 、行きたかったのは警察署。日経ってるからまた新しいウォンテッド妖怪来てると思うんだ。よく聞いた、ウォンテッド妖怪の情報をよこすのじゃ。ダマさんコマさんの偽物だな。シュークリームの中身を吸って外側だけ友達にあげた。シュークリームの中身吸って外側だけか、ちょっときついな。それはきついな。あんま言うほどシュークリームの外の皮って美味しくないもんね。これだけもらっても正直 A だ A。 ちょっと栄養界はチェックしとこうか。木？この木か。何？フーミンだ。おねむのせい。ふみ S だったのにね、2から A に落ちちゃったんだよね。なっけえな。これ友達になる確率が高かったらいいんだけど、低いからな。ふみん、フーミンが襲いかかってきた。おいおい、何をする気だよ。行くぜブラスター。吹雪の術。吹雪は大丈夫、水がやばい。これもせめてやっぱやらばしてほしいよな。当然友達の方がいいんだけど。よし、助かった。先を読め。よしよし、8割9割ぐらい。友達になる気まんま。さらにお前の好物は何だ、教えてごらん。あった、駄菓子。駄菓子ってリンゴ飴ぐらいしかないよね。今回祭りがないからリンゴ飴がないんだよな。じゃあこれか、虹色ジェリービーンズが一番いいやつか。あいつは食らえ。じゃああとは倒すだけ。また食べたいわ。吹雪の術。フーミンは取り付き妖怪だから全パラメーター大ダウンだったはずだけど、今回はどうなってるかな。通常攻撃は弱い。よし、来い来い。はい、来ない。あ、来ないですね。はい、そんな甘くねえな。うん、まだまだいっぱい遊べるドン。うん、いた。さあダマさん、ダマさんに会いに行こう。行きます。いた。ワンテッズワンテッズ、なんでチャリ降りたの。結構いい逃げっぷりだあいつ。ゆっくりゆっくり。からの連続ダッシュ。チャリあったら余裕だな。ダメさずら、ウォンテッドにされちゃったずら。シュークリームの中身吸って外側だけ友達にあげた罪らしいずら。騙すつもりなんてなかったずら。欲しいって言われたからあげただけずら。オラは悪くないずら。捕まりたくないずら。あら、微妙な色だな。紫色。まあ、レベル25なら余裕だよね。はい、早送りでとっとと倒しちゃいましょう。あ、やっちゃってやっちゃって。どうせ友達になれるわけじゃないからね。結構強くね、91って。俺レベル40数だから余裕だけど、25だったらきついんじゃね。ほら、まだ体力結構あるし。モンギー、何やったぜ。
もう一匹ぐらいいそうだな。やられたずら、クリームつきずら、外側いらなかったずら、これだけはちょっとだけはクリーム残すずら。つっかさ、生クリームだけ飲んでろよ。ウォンテッドの対応ご苦労である。2600ウォンテッドポイントだ。あ、門芸風呂敷。おっと、ご連続対応。あ、今回はもう一匹いなかったね。26000。あ、プリズムブレーカーだな。やっとく。前は強かったけど今ならもう余裕だろう。ウォンテッドプリズムブレーカー。緊急警報、緊急警報。また脱獄したの。もう一度捕まえるのだ。さて、マップ、マップ、お、消えた。下にはいない。じゃあ上の方か。ミニマップ便利。あ、詰まってる詰まってる。なんかハテナがあったな。でもあいつ逃げるからな、先見つけないと。いねえ。どこいんの。全然いないんですけど。どこいるの。姿見えないんですけど。全然いねえ。いた。行くぜ。一気に距離を詰めて。いたいた。そこじゃねえか。丸連打しながら行ったら車の下調べちゃった。俺と相棒のガイガイ脱獄力を邪魔するんじゃねえ。ケチョンケチョンにしてやります。あ、強くなってんのかこいつ。でサムを狙うんだ。サム、でもね、サムはいくら狙っても倒せない。やつは無敵だから。姉さん、わかるか。あ、それ違うサムだ。妖怪ブラスターメダルセット。動く動くな。じゃあ不思議で横にしか動かないパティーン。こいつとは友達になれないんだな。まあなりたくもないけど。お前の友達はサムだけだ。プリズムブレーカーなんかひどかったよね、アニメは。やっぱボスだからダメージがあんま通らん。行くん。無理、隊長。ブリーズブートキャンプ。メイ、行こうぜ相棒。来た相棒。相棒を狙え。薬列肉球。にゃ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 。サムを狙え。爆殺の刑。で、動きの速いジマニアンで。チャンス。くたばるがいい。バグブタンサミン。爆発するぜバカめ。ボカン。弱えな。やっぱ前回の方が強かった。何が強くなっただ。俺が強くなりすぎただけか。暇すぎてブリー隊長サボってるもん。長えな。土下座時間長えな。いつ治んの。
そこいいだろ、寒くても本人ぶん殴ってりゃ勝てんだろ。切れたナイフ、俺は切れたナイフって呼ばれてるんだよ。楽勝だった。あ、でも3500に金84、大経験値玉、報酬は美味しい。相棒、お前だけでも逃げろ。残念、どっちも逮捕だ。すまないイサム。嘘だろ姉さん。やったぜ、大手柄だ。腕を上げたな。9000、美味しい。いやうまい。交換ポイント見せて。ウォンテッドポイントとアイテム交換。やっぱ2万のやつもらっとこうかな。この辺はね、自分がちゃんと進化させるやつを持たなきゃもらう気になんないし。無理、メリケンコ高すぎね。となるとやはりね、この辺の装備も微妙だし、これ考えるととりあえずこれだよね、虹色ラッキーマフラー、これつけてるだけでお宝が見つかるらしいっていうね。これは買っとかなきゃやっぱダメだよね。買っとくか。他に予言はあるのか。他にはない。ふう、お、チャーリーじゃねえか。へいへい、駐車禁止なんだぜ、見逃すわけにはいかないぜ。中金、そんなの知らなかったんすよ。この町ね、違法駐車結構多いんだよな。なんつうかね、下マップだけ見ててチャリ爆走してるとよく車にぶち当たる。あれ、悪いの俺じゃね。違法駐車も悪いかもしれねえけど、前方確認してね、俺が悪いんじゃね。ここどうやって行けるんだ。この辺空いてる、やってる。あ、やっ、どっから行くんだろう。あ、この上があるわ。ちょっとね、見つけたらアイテムは取っときたいね。なんか意外にいいもの入ってたりするから。ここか。ほっと高いよ、そこ。ちょ、まさかの小経験値玉。あ、古びたコイン、これはありがたく。てかさ、そうやって登れるんだったら別にお前こんな石1個なくたって余裕だろうって思うけど、結構な高さだったぜさっきの。さっきね、あのウォンテッドユーカー探すときにハテナが出たんだよ。ちょっとね、それ気になる。で、ここの A はどうやら風味のようだからね。お知らせ受信、お知らせ受信、お知らせ受信。あとあれか、ね、リンク、クリーナーも走っとってもらおうか。レベル上がったんだよね、コース選択。故障率が 10% 減ったんだっけ。お仕事を開始。ピロプル、張り切って行ってきます。この辺、この辺、この裏だっけ。ほら、あったあった。どこだ、これか。軍手がいる。手のひら返し。グーチョキランタンのパーかな。グーチョキランタンってパーいないよね。てめえのことギタギタに倒しちゃうかな。喧嘩良くないよね。これでも手のひら返された。戦闘になると思ったのに。まさしく手のひら返し。空き家、郵便局。よし、あ、ええ、風味だ。
フーミンはね、1体だけで出てくる、あの、通常強い系の敵に超いいんだよ。ボスには取り付き効かないことが多いから、そうでもないんだけど。ただ今回は、やっぱオネムのせいがいるからね、取り付きの効力が弱くされてる可能性ありだよな。全パラメーター大ダウンだっていうのが、全パラメーターダウンぐらいまで減ってる気もする。まあ、それらも友達にしないとわからん。あ、3匹もいる。ブタブタコブタ。確率3倍。まあ、食べさせれるのは一つだけ。これね、不思議カッター貫通っぽいからね、これ友達にできたらうまくいきゃ。いかねえ、うまくいかねえんだよ、ほんともう。いいわ、友達にしたいからあんま打たない。運が良ければもう一回溜まるかもしれない。フミなんだっけ、鉱物、駄菓子だ。だからビーンかな、一番持ってる中でいいのは。2匹に渡した確率いい感じ。もうダメにゃ、あ、全ステータスダウンだ、やっぱり。もう一回ぐらい与えれるか、際どいか。よし、いけたいけた。まあ、二人に与えることができたから、よしとしよう。また食べたいわ。今夜も眠れないと。眠れないのは、こっちの方だよ。お前は眠れ。お金1729ドル。お金持ち、来い。はい、来い。はい、来ない。分かってた。分かってたよ。そんな簡単に来るわけねえじゃねえか。一日にできることいっぱいあるけど、それやるともう疲れるという。さあ、セーブするか。セーブ家じゃできねえんですよ、このゲーム。どこでもできるんだっけ、メニュー画面から。まあ、キュッピーでしとくか。